アムトラックカリフォルニアはアメリカが州国カリフォルニア州が交通局鉄道部を通じて財政的援助をしている州内のアムトラックに路線パシフィックサーフライナーとサンホォアキンに対して付けられたブランド名である。また外部企業に運行を委託している連絡バスにもこのブランドが使われている。列車の運行とそれに伴う業務を行っているのはアムトラックであり。 アムトラックカリフォルニアという名前の組織あるいは、それに相当するような組織は存在しない。カルトランズ鉄道部の所在地はサクラメント。キャピトルコリドーもカルトランズを通じて、州の財政的援助を受けており、サンホアキンと共通運用で、アムトラックカリフォルニアと書かれた車両で運行されているが、このブランドには属していない。この列車は、 キャピトルコリドを広域行政組織の監督下にあり、実務はバートの職員が行っている。なお、2013年の報告によれば、カリフォルニア州をはじめとして19の州、または広域組織がアムトラックの29の路線に対し何らかの援助を行っている。1976年、カリフォルニア州は、州内の交通事情を改善するために、アムトラックに、 財政的な援助をはじめ、援助対象の路線の監督のために交通局のもとに鉄道部を設けた。1991年、カリフォルニア州は、鉄道整備に重点を置いた30億ドルの予算を、通して、新しい機関車と客車を購入し、都市間ルートを拡大するとともに新たに、キャピトルコリドーの運行を開始した。他のアムトラックの車両とは異なる塗装もこの時に、始まる。 それ以後、駅施設、車両、軌道、信号システムの整備、改善などに関して継続的な援助を行っている。1998年、キャピトルコリドーはより地域に密着したシステムに、するためにキャピトルコリドー広域行政組織の監督下に移った。カルトランズのロゴを付けサンホワキンに使われるエンド F59、ファイガタ機関車、エメリービル駅にて2012年、 アムトラックカリフォルニアの路線で使われるほとんどの車両はカルトランズの所有であり、車体側面には CDTX の報告記号が付けられている。キャピトルコリドを含む3ルートの列車は通常4両から6両の客車とディーゼル機関車1両で編成される。機関車とは反対側の端の客車は運転席が設けられた、いわゆるキャブカーになっていて、プッシュプル方式で運転される。 キャピトルコリドーとサンホォアキンで使用される機関車は、エンド F59 ファイト GEB32 から8バイト WH で、ある。パシフィックサーフライナーでもエンド F59 ファイが、使用されるが、こちらは、アムトラックの所有である。しかし、時には、g e p 4 2 d c のようなアムトラック所有の、機関車が、アムトラックカリフォルニアの路線で使用されたり、逆に、コーストスターライトや、 カリフォルニアゼファーにカルトランズの車両が使われることもある。2014年カルトランズはイリノイ州と共同で新型機関車チャージャー32両をシーメンスに発注した。機関車は同社のサクラメント工場で製造され2016年から2017年にかけて引き渡される予定である。各客車にはそれぞれカリフォルニア州内の山、川、谷、 ワンの名前が付けられている。時には車両の保守や運行の都合でアムトラックのコーチやダイナーが連結されることもある。カリフォルニアカーカリフォルニアカーはアムトラックの2階建て客車、スーパーライナーを基本に座席数を増やすなど使用選区の実情に合わせた設計変更を行った車両である。1990年代中頃に導入された。 スーパーライナーとの大きな違いは、客用ドアと階段で、スーパーライナーが片側1カ所の手動ドアで2階客室に上がる階段が折れ曲がり、階段なのに対して、カリフォルニアカーでは片側2カ所の自動ドアと2つの直線階段になっており、乗降時間の短縮に役立っている。それに加え、カリフォルニアカーには自転車ラックが設けられていて特に、荷造りをしなくても自転車が持ち込める。 またスーパーライナーの最高速度が100マイルパーアーなのに対し、カリフォルニアカーは最高速度125マイルパーアーまで対応している。サンホアキンとキャピトルコリドーで使用されている。サーフライナーロサンゼルスユニオニ駅へ向かう、サーフライナーとスーパーライナー2015年、サーフライナーは2000年代前半に導入された第二世代の車両で、カリフォルニアカーの特徴をそのまま受け継いでいる。 カリフォルニアカーからの総移転は、便所のうち1カ所の1階から2階への移設、各席への旅客用コンセントの設置、制御者への荷物室の新設などがある。最初にパシフィックサーフライナー用として、アムトラックが導入し、後にカルトランズもこの車両を導入した。キャピトルコリドを含む3路線で使用されている。スーパーライナー i 2007年に、カルトランズは、 アムトラックから破損した7両のスーパーライナー愛をカルトランズの負担で修理する条件で6年契約で借用した。4両はキャピトルコリドーとサンフォワキン向け、3両はパシフィックサーフライナー向けである。自動ドアを装備していないので駅での乗降は隣の車両から行うことになる。コメットカー IB、コメットカーと制御車兼荷物車に改造された回。 40ph 2013年2008年に、カルトランズは3ホワ企業にニュージャージートランジットから14両のコメット IB を買い入れた。この車両は、元は1960年代以末に、ペンセントラル鉄道向けに製造された平屋構造の電車で、後に NJT によって客車に改造されたものである。座席の交換やトイレの設置など、 路線の実情に合わせた改造を施した上で2013年から運用が始まっている。この車両による編成は後部にアムトラックから借用した無動力制御車を連結している。これはエンド F40PH 機関車の動力部を取り払って制御車兼荷物車の合わせ作り車に改造したものでノンパワードコントロールユニットと呼ばれる。そのためこの編成は 前後両端に機関車を連結しているように見える。新型車両産ホワア金用、新型客車2020年2013年11月2日、カルトランズは、イリノイ州、ミシガン州、ミズーリ州の各交通局との共同プロジェクトの契約窓口として日本車両製造に130両の客車を発注した。そのうち42両がカリフォルニア向けである。車両は、 イリノイ州ロシェルで製造され、2015年末から引き渡しが始まる予定である。既存のカリフォルニアカーをもとにして、それに大きな改良を加えた2階建て車両になる予定であったが、様々な問題が重なり、最終的に製造が断念された。これは同社が米国での鉄道車両製造から撤退する原因にもなった。この代替として、 シーメンスが製造する1階建て客車カラドットが導入される予定である。キャブカーを先頭にしたサンホアキンフレズの駅にて2012年、パシフィックサーフライナーサンディエゴにて2006年、ベーカーズフィールドに停車中の連絡バスキャピトル、コリドーとサンホアキンの機関車と客車を呼びバスは、カリフォルニアカラーと呼ばれる青、黄色、オレンジ色を使った他の路線よりも目立つ塗装になっていて、大きく書かれた。 アムトラックカリフォルニアの文字とともにアムトラックカリフォルニアのブランドを訴えているパシフィックサーフライナーの車両は青と銀色を使ったこの路線独自の塗り分けになっている機関車の前面をはじめとして各所に使われるロゴは以前はオレンジ色の矢印3個と黄色の矢印1個を組み合わせたアムトラックカリフォルニア独自のものであったが2011年から青緑色のシート 青色のトーンを組み合わせたカルトランズのロゴに変わった。ありがとうございます。